ジョシュア・レダーバーグは、アメリカ合衆国の分子生物学者で、遺伝学、人工知能、宇宙開発の研究で知られる。微生物の遺伝子の構造と機能の研究で1958年度のノーベル生理学、医学賞を受賞した。また同年の受賞者には、エドワード・ローリー・タータムや、ジョージ・ウェルズ・ビードルがいる。彼は、生物学の実験の他に、人工知能の分野でも、 大きな貢献を残した。その中には NASA で行われた火星での生命探査プログラムやエキスパートシステムデンドロールの開発がある。レダーバーグはニュージャージー州モントクレアでエスター・ゴールデンバウム・シュールマンとラビツビ、H ・レダーバーグの子として1925年に生まれた。彼には二人の弟がいる。レダーバーグは1940年に15歳で、 ニューヨークにある名門スタイベさんと高校を卒業した。1941年にはコロンビア大学に入学し動物学を専攻した。フランシス・ライアンの指導の下で彼は赤パンカビを使った生化学や遺伝学の実験を行った。学士号の取得と軍役を兼ねて、レダーバーグは1943年から軍の病院で衛生兵として働き、 海兵の血液や排泄物中のマラリアの検査を行った。そして1944年に医学志望を取得した。彼はコロンビア大学医科大学院で実験医学の研究を始めた。オズワルド・アベリーが DNA の重要性を明らかにした研究に刺激を受けて、レダーバーグは最近は 遺伝情報のコピーを単純に引き継いでいくのではなく、ある系統のすべての細胞は、本質的にクローンであるという自説を検証する、研究を始めた。コロンビア大学で、しばらく研究を進めた後、レダーバーグは、ライアンのボス毒性であるタータムに手紙を書き、共同研究を持ちかけた。1946年から47年にかけて、レダーバーグは、タータムと一緒に、 イエール大学で研究を行った。レダーバーグとタータムは、大腸菌は、有性生殖器に入ると、接合を通じて、遺伝情報を交換することを明らかにした。大腸菌の染色体のマッピングの研究で、レダーバーグは1947年に、イエール大学より博士号を取得した。その後、レダーバーグは、ウィスコンシン大学マディソン校の遺伝学の助手となった。 レダーバーグと大学院生のノートン・ジンデルは1952年にバクテリオファージンはサルモネラ属の菌と遺伝情報を交換できるという事実を発表した。形質導入と呼ばれるこの過程によって別の種の細菌がある抗生物質に対する抵抗性を素早く持てる理由に説明がついた。 また、レダーバーグと当時の妻であったエスター・レダーバーグは1952年に共同でレプリカプレート法の技術を開発した。彼は1957年にウィスコンシン大学マディソン校に医学遺伝学部門を設立した。1958年にノーベル生理学・医学賞を受賞後、彼はスタンフォード大学に移り遺伝学部門を創設した。 彼はまたウイルス性の構成物質の研究をフランク・マク・ファーレン・バーネットと共同で言った。1957年のスプートニクの打ち上げの際には宇宙探査の生物学に与えるインパクトについて考え、全米科学アカデミーに宛てた手紙の中で地球外起源の細菌が1万日宇宙船に乗って地球にやってきた場合、未曾有の病気が発生する可能性について言及した。 また逆に地球から発射される人工衛星や探査船に付着する微生物によって地球外生命が脅かされる可能性についても警告した。彼は宇宙船の発射の前に宇宙飛行士や装置を隔離して消毒する必要があると説いた。カール・セーガンと共に彼が主張する宇宙生物学は NASA の生物学における役割を拡大した。 1960年代、彼は、スタンフォード大学の計算機科学者であるエドワード、ファイゲンバウムと共にエキスパートシステムのデンドロルを開発した。1978年に彼は、ロックフェラー大学の総長になり、1990年に、生物情報学の名誉教授になるまで務めた。彼は、アメリカ政府の科学アドバイザーを長年務め、 1950年には大統領の科学顧問の一人になった。1979年には防衛科学委員会の委員になり、ジミー・カーター大統領直属の眼対作委員会の委員長となった。1989年に科学界への貢献に対してアメリカ国家科学賞を受賞し、1994年には湾岸戦争症候群を研究する仏局の 責任者となった。2002年にベンジャミン・フランクリンメダルを受賞。2006年には大統領自由勲章を受賞した。1946年にフェローの学生だったエスター・ツインマーアと結婚し、1966年に離婚した。その後、マーガレット・レダーバーグと再婚し、デイビッド・キルシュとアン・レダーバーグという二人の子供に恵まれた。ありがとうございます。